を攻撃しろ。被害の拡大を防げ。戦争が始まったってのか。奴ら街を攻撃してる。ここにいるのは民間人だと。攻撃するなんて許されない。ウソ、ちょうどいい。協力してくれ。一刻を争う。被害者を一人でも減らしたい。了解。戦闘に参加する。安全な場所ってのはどこにあるんだ。我々が戦うしかない。市民を守れ。ウソ、タンクと共に進め。タンクなら怪物の酸にも耐えられる。怪物が来たらタンクの後ろに隠れろ。一体どこの国の兵器なんだ。これだけのことをしでかしたんだ。必ず黒幕を捕まえて後悔させてやる。人間だといいけどな。街が壊滅する前に塔を破壊すると。塔を破壊しないと街は終わりだ。行くぞ。どうやらここは安全ではなかったようだ。塔を片付けたら今度こそ安全な場所に連れて行ってやる。敵の敵は終わっています。軍曹、協力感謝する。教えてくれ。本格的な反撃作戦が始まるのはいつか。軍曹、君の予想より敵は強大だ。世界中が同時攻撃を受けている。現時点では状況への対処で手一杯だ。タンク、前進しろ。ジャン組織は伸ばしのぎだと。準備された攻撃だというのか。タンクは歩兵を守れ。飛行物体に関する続報です。飛行物体はモンスターを投下しているようです。各地に出現したモンスターは全て飛行物体が投下したものだと考えられます。飛行物体は危険です。決して近づかず、もし目撃した場合はできるだけ遠くへ避難してください。いいぞ、その調子だ。まもなく戦闘が始まります。塔を破壊しろ。上部分を狙え。こちら戦略情報部、作戦をサポートします。ありがたい。塔の落下軌道を逆にたどり、超巨大船の位置を特定しました。塔を落としているやつか。現在撮影エリア上空を通過中です。塔の落下が懸念されます。上空に警戒してください。攻撃ヘリ部隊が到着する。地上部隊、ヘリが来るまで持ちこたえろ。こちらホーク、現在謎の飛行部隊に攻撃されている。こちら戦略情報部、超巨大船が降下を開始、作戦エリア上空に飛来する可能性があります。なんだと。到達時間は、そんな、すでに地上付近に到達しています。恐ろしい数だ。こっちの10倍以上はいるぞ。攻撃を中止し作戦エリアから脱出する。見ろ、塔が来るぞ。飛行物体の正体は未だ分かっていません。主要各国は関与を否定、関係を疑わせる勢力も特定できていません。
政府は一刻も早い状況解明を約束していますが、関係機関にも混乱が見られ、見通しは不透明です。勢力だ。敵戦勢力とは何か。あ、軍曹、まずいぞ。あれは何だ。街みたいにでかいぞ。宇宙船なのか。まさかエイリアンだってるかよ。弟が怪物を見たと言っています。象のように大きかったと。え、いいえ、そんな、信じてください。そろそろ目を覚ますとするか。まったく変な夢だぜ。怪物なんているわけがない。場所どころか世界の終わりってやつだぜ。どこかの国の新兵器なのか。見ろ、あれは何なんだ。円盤みたいに見える。あれは敵なのか。このままではまずいぞ。武器の点検は終わっています。こちら本部、円盤は危険だ。攻撃を許可する。よく見ようだ。
を解析しました。この兵器は自立型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。こんな兵器が野放しになってみろ、途方のない被害が出るぞ。全て撃ち落とされば。マテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。戦闘を開始しろ。了解。こちらウィングダイバー、現地に到着。全員 D 兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。ドローンを一機でも残せば市民が襲われる。全て破壊しろ。円盤が出現してる。数が多すぎる。円盤は人間を無差別に攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り円盤を撃墜しろ。弾が飛べ。このままではまずい。現在までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから、実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは可能性を持った勢力への追求、そして強制力を持った。起動したようです。退避した方がいい。情報収集を最優先してください。聞いたか、被害が出ても構わないってよ。なんだあの装置は。見ろ、あれは大砲じゃないか。待てよ、やばいぞ。奴ら攻撃する気だぞ。待て、撤退しろ。下がれ。間違いない、奴らはエイリアンだ。世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ。グー軍は何をやってんだよ。数が多すぎる。このままだと全滅だ。
おい、この悪夢はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだろ。超巨大船が上昇してるぞ。超巨大船は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。コンバットフレームの力を見せてやる。超巨大船からドローンが発進しました。その数数千。数百の単位で編隊を組み移動を開始。市民に深刻な危険が迫っています。くそ、昔はないが海で戦闘を始めるつもりか。連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。こちらドルフィン、建物に隠れているが周りは円盤だらけだ。救援を。こちらラビット、円盤に囲まれています。身動きが取れません。仲間の救援に向かう。そりゃ無茶ってもんだ。ウソ、聞こえるか。円盤に関する情報がある。こちら戦略情報部、あの円盤は無人機、つまりドローンです。やり方によっては少数でも戦えるはずです。方法を教えてくれ。重要なのはドローンの色です。青いドローンは警備モード、無害な状態だと推測されます。青く輝くドローンに危険はありません。何らかの条件でドローンは赤く変わります。赤いドローンは戦闘モード、
目標を追跡、破壊する殺戮マシンです。このエリアのドローンは全て警備モードだ。一度に全部を相手にせず、少しずつ誘い出し、各個に撃破しろ。この方法なら十分に勝機はある。一刻を争う。軍曹、ドルフィンとラビットを救助してくれ。やってみよう。準備はいいぜ。もうすぐ戦闘になるぞ。イエスサー。必ず生き残ってやりますよ。敵が接近。青は警備モード、赤は戦闘モードです。所詮は機械だ。からくりさえ分かってしまえば戦いようはある。戦闘モードに切り替わる条件を詳細に分析しました。戦闘モードに移行する条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、攻撃を受ける。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり被弾したドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。いいぞ軍曹、残りのドローンも破壊しろ。走る。作戦はないんですか。断る。
私は EDF 総司令官だ。これより重要な情報を伝える。現在 EDF は敵性勢力との交戦状態にある。我々は先制攻撃を受け多くの基地を失った。それだけではない。敵は大都市に怪物を投下、民間人への無差別攻撃を続けている。今この瞬間も犠牲者は増え続けている。全ての兵士に告げる。我々は戦わねばならない。よっしゃ、新しい戦果です。このデータを解析すれば戦いの流れを変えられるかもしれません。新幹線よくやったな。今度こそ安全な場所へ連れて行ってやる。市民を守るのが我々の役目だからな。敵をぶちのめす。